一番星になる虹の夢アイカツ始めます。これまでのアイカツスターズ、この間ゆず先輩のブランドシャイニースマイルのイベントがあったんだ。そこで姫先輩、夜空先輩、翼先輩たちが久しぶりに勢ぞろい。さらにゆず先輩はステージで星の翼を手に入れた。土星のスタープレミアムレアコーデ素敵だったな。やっぱり先輩たちはすごい。私たちも負けてられないよ。この夏もますます熱くアイカツ頑張ります。学力テスト？うん、ヴィーナスアークでも定期的に行われているんだよ。もう来週じゃない。お仕事やレッスンの合間に勉強もしなきゃいけないんだもん。大変だよね。まあ四つ星学園でも時々テストはあったけど。どんなテストなんだろう。いろんな国からアイドルが集まっているでしょ。その人の出身地に合わせてテストの科目が決まってるの。国ごとにテスト科目が違うの？そう、例えばキララちゃんはニュージーランド出身で英語が話せるでしょ。だから英語は国語として、外国語はドイツ語のテストを受けていたり。へえ。で私たちは国語、数学、英語だって。結構普通だね。よかった。コングラチュレーション、おめでたい人たちだわ。ユーリ先輩、ヴィーナスアークの生徒は何事においても世界トップレベルであらねばならない。早い。しかも見事に姿勢をキープ。いつでもパーフェクトを目指すエルザ様だからこそ、ヴィーナスアークの学力テストの内容は半端ない。覚悟しておいた方がいいわ、あなたたち。見て、みんな勉強してる。ほんとだ。キララちゃん。あ、ゆめちゃん。こんにちは、キャロライン。キララも勉強してるの？うん、テスト前だもん。テストってそんなに難しいの？800点以上で合格。でも、一生懸命勉強してやっと合格って人も多くて。しかもこのテストの一番怖いところはね、合格できないと世にも恐ろしい開かずの間に成績が上がるまで閉じ込められちゃうんだよ。面白いじゃない。開かずの間って？地下にあるの。ずーっと使われていないから開かずの間って言うんだ。とにかくあの部屋には近づいたら、なんかいるかもしんないよ。絶対絶対に。何かって何？本当なの？噂話だと思うけど。でもあのエルザさんのことだからやりかねない。本日のステーキは
サガビーフでございます。ありがとう。四つ星の子たちはどんな成績を収めるかな。学力テスト、ゆめちゃんたち大丈夫かな。学力テストの成績が悪かったらスペシャルメーだよね、エルザ様。そうね、一切容赦はしないわ。はい、テスト範囲の問題集だよ。え、こんなに。私はこの他にデザインのテストも受けるから補習に行ってくるね。大変ね、小春も。お互いに頑張ろうね。うん。さてと、はあ、これは本気で大変そうだね。テストまで1週間か。仕事もレッスンもあるから効率よく勉強しなくっちゃ。でも効率よくって？例えばすごく優秀な家庭教師を頼むとか。それだよローラ。え？いるじゃない、スペシャルな人たちが。私たちの周りにはたくさん。まずは国語の勉強から。なんで公園なの？先生がここに来るようにって。先生？ドイツの詩人は言いました。人に教えることもまた学問であると。リリー先輩？事情は全て伺いました。僭越ながら私が家庭教師として国語のレッスンをさせていただきます。ここで勉強するんですか？はい、自然に触れるとリラックスできて頭がよく働くのです。本当だね、気持ちいい。なんだか勉強がはかどりそう。うん。成績表を拝見すると、ゆめさんは漢字が苦手なようですね。はい、実はそうなんです。私も四字熟語とか苦手かも。難しい熟語とか何度も書いて覚えたはずなのに、テストの時に限って思い出せなかったり。漢字は大事な得点源になります。本来なら読書を進めるところですが、今回は効率を重視しましょう。漢字は体で覚えるのです。おお。はあ。こうすれば自分の体の動きとともに漢字が心に刻み込まれるのです。それ、はね、払い。無我夢中、心を奪われて我を忘れてしまうという意味です。かっこいい。漢字の勉強というよりも、もはやライブって感じじゃない？これなら楽しく覚えられそう。では皆さん、一緒にやってみましょう。はい。次は数学だよ。ここで待ち合わせなの？遅いですわよ、3人とも。え？アコが数学の先生？カタカタピンポンアイドルこと脳内データベースを持つ私ですから、数学の家庭教師にはぴったりですわ。言われてみれば。アコ先生、数学のレッスンよろしくお願いします。この図形問題は実際に紙を使って考えればすぐにわかりますわよ。この折り紙で。しゃー、何やってんですのローラ。あれ、ごめん、いつの間にか。数学って苦手なんだよね。特に興味ないっていうか。あらあら、まあまあ、そんなことじゃアイドル失格ですわよ、桜葉ローラ。分かっていませんわね。アイドルと数学は切っても切れない関係。どういうこと？例えばこんな問題。1本120円のペン X 本が売れて残りが Y 本である。これを聞いてどう思いまして？どうでもいいじゃない。ではこうすればいかがですこと。ローラのライブで X 枚のチケットが売れて残りは Y 枚である。さあ、自分のライブに当てはめて考えるとどんな数式になりまして？会場が500席だったとして。あら、興味湧きましたでしょ。お、ホールの客席、チケットの枚数、ファンの満足度などなど、アイドルの周りに数学や計算はたくさんありますわ。本当だ、数学もアイカツなんだね。その通り、アイドルたるもの数学も味方にしておくべきですわ。なんかやる気になってきた。
一緒に次の問題をやってみましょう。はい。ありがとうございます、先輩。別に、私は案内しただけだから。この学校広いから迷っちゃうよね。あの部屋、あれが噂の開かずの間。お化け！大変！私見ちゃったかも。やっぱりいるんだお化け。開かずの間でしょ。やだ。変な噂が出回っているようだね。そう。キララ、わかんない。開かずの間とか全然行ったことないもん。エルザに報告した方がいいかな。ダメダメ、エルザ様に余計なこと言っちゃう。キャロラインのおやつの時間だ。怪しい。最後はここだよ。で、S4 の寮じゃない。っていうことは、やっはーい、ゆず先輩。ゆず先輩、英語のレッスンよろしくお願いいたします。オッケー。どうしてゆず先輩に？ゆず先輩って勉強しなくてもなんとなく英語を話せちゃうらしいんだ。本当？そういえばお姉ちゃんから聞いたことがあるわ。ゆず先輩が勉強しているところを見たことがないって。かなりすごいじゃん。確かにゆず先輩だったら英語が苦手な私にもぴったりのレッスンをしそうな気がする。まひるちゃん、英語苦手なの？うん、ちょっと。フランス語の方が得意だもんね。お待たせ。じゃじゃーん。おすすめの海外の名作ミュージカル、みんなで見ようと思って。おやつにコーカフェのスイーツも買ってきたぞ。和風パフェ、美味しそう。久々にみんなでまったりしよう。面白かったですね。お腹いっぱいだぞ。でも、これで本当に英語の勉強になってるのかな。ミュージカルを見ているうちに自然と英語に耳が慣れて苦手意識がなくなる、そういう勉強法なんじゃない？なるほど、深い。ゆずが見たかっただけだぞ。え？付き合ってくれてサンキュー。疲れたけど楽しかったね。いろんな勉強法があって面白かった。いいテスト対策ができたわ。教えてくれた先生たちのためにも絶対にいい成績を取ろうね。うん、勉強も相勝つだ。相勝つ、相勝つ、相勝つ。では始め。教師の先生たちのおかげだね。あとは英語だけ。みんな、ちょっといいかな。3時間目は英語のテストだけれど、エルザの提案で今回だけちょっと特別なテスト内容にさせてもらうよ。え？実は今、エルザのステージを撮影するために海外のスタッフがヴィーナスアークに来てくれているんだ。彼らはヴィーナスアークの生徒も撮影したいって言ってる。君たちも出演できるチャンスだからね。学力テストの代わりにアメリカのスタッフから実際に英語のインタビューを受けてもらうことにする。Do you like Elsa? Yes, because 次は夢たちだね。こちらへ。はい。
Please tell me some Japanese culture? 日本の文化を紹介してください、だっていきなり言われても何を紹介すればいいの？イエス、いいこと思いついた。 This is 書道。This is 折り紙。This is Japanese sweets. And come. Oh, wonderful! I have a Hazuki. なかなかやるね、あの子たち。これが海外でオンエアされたら、きっと大きな反響があると思うよ。結構なことね。よかった、うまくいって。よく思いついたね、ゆめちゃん。うん、勉強した時のことを思い出したらヒントがあったんだ。勉強って本当、何がどこで役に立つかわからないってことね。そうね。これからエルザ様のステージの撮影があるんだよ。ミュージックタイムってアメリカの超有名な音楽番組でしょ。どうしても出演してほしいって頼み込まれたんだって。すごいね、世界中にファンがいるってどんな気持ちだろう。想像しただけでワクワクが止まんない。星の翼はスタープレミアムレアコーデの証、ドレスが私を強くする。私こそがパーフェクト。you
ックタイム、すごく良かったね。私たちのインタビューもバッチリ映ってたし、海外のファンが増えたみたい。放送後からキラキラインにメッセージがいっぱい届いてる。あ、この間の学力テストの結果が発表されてるよ。やった、合格。私もよかった。おめでとう、私も合格したよ。絶対にお化けがいるんです。わかった、確かめてみよう。スノマ、ほら変な音が聞こえます。見つかっちゃった。キララちゃん、キララゲームしてただけだよ。日本のゲーム面白くてハマっちゃったんだもん。もう最高。でもなんでこんなところで。テスト前に遊んでるとエルザ様に叱られそうだったから隠れてたんだ。あ、でもちゃんと勉強もしてたよ。それじゃお化けが出るっていう噂は。人が来ないようにキララがちょっとだけ噂しちゃった。なんだ、そうだったのか。しょうがないわね、やれやれ。でもキララちゃんだし。でもみんなを怖がらせたらめー、ごめんなさい。ボンボヤージソレと海とが重なる、そのブルー切り開いて風切って ステージは本当に美しい。世界を魅了する星の翼、実に興味深いね。今日女お空はアイカズ指数100で、俺はどれ。次回アイカズスターズ、広げようアイカズの輪、つかめアイドル一番星。